ランナー一塁で2番本田が送りバント。一塁ランナー明石が俊足を飛ばし三塁を陥れる。続くバッターは柳田。初球をライト線へ。連勝の勢いそのままに先制する。先発は2週間ぶりの登板となるエース摂津。変化球を低めに集め8回まで日本ハム打線を10奪三振1失点に抑える。6点リードの9回、摂津は今シーズン初めて9回のマウンドへ。2年ぶりの完投勝利、エースの好投で連勝を8に伸ばした。